こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの川ちゃんと、同じく PR スタッフのまるちゃんです。最近スマホゲームにもすごいね、私ハマっておりまして、まあ、スイッチや PS5 にもこう手を出していこうかなと思ってたところですね、こうスマホだけではなくて、さまざまなこうゲーム機や PC で接続して使える完全ワイヤレスイヤホンと、その Bluetooth トランスミッターがあるということで、今回ご紹介させていただきたいと思います。はい、それがこちら X ラウンドのエアロワイヤレスイヤホンウェブ本店価格で 12,980 円と、同じく X ラウンドの Bluetooth トランスミッター XT01 イヤホンウェブ本店価格で 4,980 円でございます。X ラウンドは、音響設計エンジニアと調律師、音響マニアが、共に立ち上げた台湾発のオーディオブランドでございます。そこで今回は X ラウンドの有線ゲーミングイヤホンで立体感のあるサウンドで人気を得ているエアロの完全ワイヤレス版のエアロワイヤレスと、スイッチや、PS4、PS5、パソコンなど、Bluetooth に対応していないデバイスを簡単に低遅延でワイヤレスで楽しめる Bluetooth トランスミッターの XT01 をご紹介させていただきます。こちらを2つ合わせて使うことによって、まあ、スマートフォン以外でも、ゲーム機とかパソコンとか様々な機器と、訪れが少ない超低遅延なサウンドで、ゲームや動画が楽しめるということで、2つセットで使うのがかなりおすすめになっております。このイヤホンってどういった特徴があるイヤホンなんですか？はい、もう大きな特徴ざっくり言うと、まあ、低遅延とサラウンドでございます、なるほど。はい、で X ラウンドはですね、このゲームサウンドは音楽と同じぐらい、こう暮らしの中で必要な楽しみの一つと考えていて、まあ、そのゲームがしやすいっていうだけではなくて、こう音楽もどちらも満足できるようにこう願って作られたのがこのエアロワイヤレスということなんですね。はい、なるほど。なのでこのエアロワイヤレスはですね、こう遅延ゼロを目指す独自アルゴリズムの X ラウンドローレイテンシーというチップ上にこうファームウェア設計を施して、こうなんと50ミリセカンドの低遅延を実現しているんです。50ミリセカンドかなり低遅延と言えますね。めちゃくちゃ低遅延。はい、そうなんです。こう一般の完全ワイヤレスイヤホンの遅延と、まあ、どう違うのか、コーデックで言いますと、SBC が 220ms で、こう Apple 製品対応の AAC が 120ms で、一番遅延の少ない AptX LL が 40ms なので、こう、まあ、iPhone、Android 問わずですね、最小 50ms のその低遅延通信で楽しめるっていうのはもう大きな特徴となっております。なるほど。こちらもじゃあ AptX みたいな低遅延のコーデックに対応しない機器でもかなり遅延が少なく楽しめるっていうのが特徴なんですかね。また、ゲームや動画コンテンツを立体的なサウンドで楽しめるように、 3D サラウンド技術、 VR クラスのサウンドを楽しめる X ラウンドライトをプロセッサー上に組み込むことで、まあ、その場にいるような臨場感にあふれるサウンドも楽しめる音質になっているとのことです。これはモードで切り替えをするんですか？そうですね。なるほど。はい、そしてスマホだけではなくて、この Bluetooth トランスミッターの XT01 を使えば、このスイッチとか PS4、PS5、PC でもこの低遅延とサウンドが体験できるんです。おすすめの組み合わせ。はい、じゃあスペック、じゃあざっくりと紹介していきましょうか。はい、まずバッテリー駆動時間はですね、イヤホン本体で約6時間で、充電ケースと併用して約24時間の連続再生が可能です。で、対応コーデックはエアロワイヤレスは SBC と AAC に対応しておりまして、そして Bluetooth トランスミッターの XT01 の対応コーデックは SBC、AAC、AptX、AptX LL に対応しております。なので、こう AptX LL に対応しているイヤホンで接続すれば、さらに低遅延で楽しめるということですね。はい、防塵防水性能は IP54 でございます。なんだったらもう多少の汗とか雨ぐらいだったら大丈夫という感じです、ね。はい、そうですね、耐久性もいい、はい。続いて魅力の一つでもある専用アプリをご紹介していこうと思います。こちらのエアロ、TWS 専用アプリがあって、 MyTune というアプリですね。こちらが iOS、Android どっちも対応しているアプリなんですけども、いろいろチューニングを変えたりとかいじれるポイントがあります。何が可能かっていう と、通常の音楽モードと低遅延のゲーミングモード、こんな感じでね、パッと切り替えることが可能でございます。あとはこれね、イコライザー設定なんですけど、かなり細かくいじることができるんで、ね、かなりね、自分好みに追い込みやすいの、安いんちゃうかなって思います。こんな感じで左右の充電状況を見たりとか、もともとプリセットでイコライザーもかなり準備されてて、
こんな感じで6種類から、好みの、もともとプリセットのイコライザーを選ぶことができます。または先ほどお伝えした、X ラウンドライト、バーチャルサラウンド機能なんですけども、レベル1、レベル2とね、こう機器を細かく調整できたりとか、まあ、いろいろね細かくカスタマイズができる内容になっております。はい、あとは面白い機能として、テーラー ID という、実際にその聴感を測定して、で人それぞれに最適化された音質を提供する機能です。まあ、大体3分ぐらいでテストは終わるんですけども、これで一人一人に合ったサウンドを、提供してくれるという機能になっております。でこれ実際にやってみたんですけれども、やっぱりデフォルトと比べて音がさらにクリアになって、やっぱ聞こえやすくなったなっていう印象でした。はい、すごい見通しが良くなったように感じて、ボーカルもさらにくっきりで、より音楽を楽しめるような、もう絶妙なバランスになってくれるってい もう素晴らしい機能です。はい、で、もう一つ面白い機能として、この MyTune っていうアプリ内で、作ったイコライザーをそのエアロのユーザー間で、シェアリングができる機能もあるんで、その友達同士でね、その好みのイコライザーを、シェアリングして、遊んだりとか、いろいろ面白いことができるっていう形になっております。こちらエアロワイヤレスの付属品が、USB Type-C ケーブルと、スピンフィットコンフォートイヤーピースで、純正のエアロ遮音イヤーピースが付属いたします。そして XT01 の付属品が、USB-A の変換アダプターと、3.5mm の HD 外付けマイクが付いております。このマイクは一体どうやって使うんですか？そうですね、こちらがですね、その PS4 とか PS5 のコントローラーにさせば、そのまま通話ができてボイスチャットが楽しめるっていうような付属品になっております。で、重量なんですけども、実際に計測をしてみました。本体に、充電ケースの中に本体を搭載した状態で、重さが約 53g ですね。で、イヤホン単体が片側で、イヤピースで装着した状態で 4.4g で、4.4g でした。続いてゲームといえば、やっぱりボイスチャットなどで通話品質も気になるところかと思いますので、こう実際にマイクの音声を録音してみたので聞いてみてください。はい、エアロワイヤレスを使って音声を録音しています。エアロワイヤレスを使って音声を録音しています。音質はどんな感じでしょうか？じゃあ続いては実際に装着して、装着感をテストしてみようと思います。はい、はい、もうすごいぺったり吸い付く感じで、かなり遮音性高いですね。うん、はい、でやっぱりハウジングといいますか、やっぱり薄いので耳から飛び出ない形なので、こう見た目もスタイリッシュですし、すごい軽くて、つけ心地も安定しています。はい、じゃあちょっと、じゃあ次は実際に音質を聞いてみたいと思います。まずはですね、音楽を聞いてみたんですけれども、音質はどんしゃり気味ですね。うん、中音域は控えめな印象でした。でもボーカルはすごいくっきりしてて、結構全方位の音も聞き取りやすいですね。横に広い音質だと思いましたし、ボーカルはくっきりしてるんですけれども、楽器やバックサウンドの音の方が聞き取りやすい感じがしまして、ゲーム向きだなという分かるような音質ですね。で、好み的にボーカル少しもうちょっと前に出てきてほしいなと思った時は、このマイチューン のイコライダー使えば好みの音質にとても近づけることができたので、めちゃくちゃいいなと思いました。うん、はい、そしてやっぱり独自サラウンド技術の X ラウンドライトですね、を使って音楽を聴いてみたんですけれども、やっぱりこうオーケストラやライブ音源などですね、聴くとより良さに気づけました。なんかオンにすると臨場感をとても感じられて、開放感ある音質になります。でレベル1は中高域が持ち上がって奥行き感が増した印象で、レベル2はこう全体的に持ち上がってさらに迫力が増したような印象ですね。はい、でやっぱり原因を上げた時に近い感じがしまして、曲によってこうそれぞれ良さが違って、好みが分かれるなと思いました。あとやっぱり映画とか動画コンテンツとか見るのにもかなり向いてそうな機種だと思うんですけども、はい、実際に、映画とか見て試されましたか？あ、見ました、見ました。はい、なんかネットフリックスで、もう映画を見たんですけど、はい、やっぱ全然違いますね。うんうん、音楽モードと普通のその X ラウンドライトをオフにしてる状態とは全然違います。はい、
あの音楽を聴いた時はこうどれを聴いてもですね、まあ、レベル1がちょうど良かったり、まあ、別にあのいらずでも綺麗に聴けたんですけれども、やっぱり映画を見る時はレベル2が断然におすすめですね、うんうん、はい。高音や低音が上がっただけではなくて、こうすごい全方位から音が聞こえてくるような、こうまさに 3D サラウンドっていうような体験が、うん、あのできました。で次はゲームをしてみようと思います。はい、試しにじゃあこのスイッチとつなげてやってみましょうか。はい、はい、スイッチはね、端子が、USB 端子なんで、もうこんな感じでブスッとはめるだけで接続はできます。はい、でもう電源入れるだけでね、こんな感じで、でもこれあらかじめもペアリングしてるんで、はい、もう挿すだけで接続はできます。はい、はい、じゃあ実際にじゃあゲームをやってみましょうか。はい、はい、ちょっとゲームやってみたんですけど、普通に楽しめますね。うん、あのエーペックスやってみたんですけれども、遠くの銃声とか、うん、あの上から下から音がとても分かりやすくて、こうどこで足音が鳴っているのかっていうのがとても分かりやすいです。そしてやっぱ目玉のですね、やっぱ X ラウンドライトを使って、うん、あのゲームもしてみたんですけれども、やっぱ、ね、音の広がりがすごい感じました。うん、あの環境音の臨場感、BGM や効果音も際立たせてくれるので、すごい没入感がとても高まります。ただこうゲームによってはすごい音が迫力が増しすぎて、こう銃声がちょっと刺さったりとか、うん、足音が聞こえにくくなったりっていうのをするので、まあ、その時はいろいろ調整してね。そうですね、うん、音楽や効果音のその迫力を感じたい系のゲームとかだと、かなりこの X ラウンドライトはあの使った方が楽しめるなと思いましたので、うん、ゲームにもめっちゃおすすめですね。うん、はい、個人的にはやっぱ競技性の高い FPS とかやるときは、うん、X ラウンドライトは切ってやった方が、うん、いいと思いました。はい、オフの時はですね、やっぱりその周りの足音がどの角度、特にこう斜め後ろとか、うん、なかなか再現するの難しいと思うんですけど、それもねすごく聞き取りやすくて、で足音が、足音とか銃声がハイライトしてされて、聞こえる感覚があったんで、まあ、どこで鳴ってるかとか、どの距離で鳴ってるかとか、かなり掴みやすく感じたんで、うん、個人的にはね、うん、FPS とかにも最適な完全ワイヤレスイヤホンなじゃないかなって思いました。はい、で次はやっぱりね、遅延に関してなんですけども、遅延に関してはどうでした？あの通常の音楽モードだとこう多少遅延は感じるんですけれども、うん、まあ、そのゲーミングモードにするとこうワイヤレスってちょっと忘れるぐらい、うんうんうん、遅延を感じずにゲームを楽しむことができました。うん、はい、でこう音ゲーのようなこうタイミングにシビアなゲームでも、そのエアロワイヤレスなら自信を持ってこうおすすめできるイヤホンですね。はい、で実際にスイッチとかプレイステーション4に接続してやってみたんですけども、本当にこちらもね、有線イヤホンに肉薄するような低遅延で、ほぼほぼ遅延を感じず、プレイをすることができました。はい、以上 X ラウンドの完全ワイヤレスイヤホンエアロワイヤレスと、Bluetooth トランスミッターの XT01 のご紹介でございました。はい、それではイヤホンヘッドホン専門店イーヤホンのまるちゃんとかわちゃんがお送りいたしました。ただいまチャンネル登録者数10万人を目指しておりますので、ぜひともご登録高評価よろしくお願いいたします。それでは皆様、さよなら。